はい、皆さんこんにちは。ゴルフタットです。5分でわかるディープレーンシリーズその後、縦の打ち出し方向とスピン。ディープレーンとはインパクトの真実を説明するツール。ディープレーンで打ち出し方向とスピンが説明できます。今回は縦方向の、打ち出し方向とスピンについてお話しします。まとめです。これはディープレーンマトリックス、縦横をまとめた表なんですけど、今回は縦方向の話、この青い矢印、クラブヘッドダイレクション、インパクトの時に動いているクラブの方向の縦の成分はアタックアングル、赤い矢印、クラブオリエンテーション、インパクトの時にクラブが向いている方向をダイナミックロフトと言います。そして、スピン量、特に縦のスピン量、いわゆるバックスピンの成分なんですけど、これはですね、ダイナミックロフトとアタックアングルの差、これをですね、スピンロフトっていうんですけど、これで、大体決まります。で、ディープレーンは、三角定規は三次元的な方向なので、本当の角度はですね、の三次元的な角度なんですけど、まあ、これでですね、総スピン量が決まります。これをですね、私はトゥルースピンロフトと言ってます。で今回はですね、縦のバックスピンの話なんで、こちらですね、略式の方ですね、A スピンロフトって言ってますけど、こちらで説明します。打ち出し方向はですね、水平方向と同じで、フェースの向きが優勢です。縦方向の場合はダイナミックロフト側に 15% から 25% の方向に飛び出します。はい、まず打ち出し方向なんですけど、トラックマンでは縦の打ち出し方向のことをランチアングルと言います。水平方向の打ち出し方向はランチダイレクションですね。そして、ランチアングルはダイナミックロフトとアタックアングルで、決まります。方向としましては、ダイナミックロフト側に 15% から 25% ということで、これもですね、ほぼフェースの方向に飛び出すということですね。で、例を見てみますとですね、この左の例ですと、ダイナミックロフトが15度、アタックアングルが0度、まあ、水平に動いた場合、打ち出し方向は13度と。で、右の場合なんですけど、このアタックアングル、これですね。これがマイナス 7.5 ということで、ダウンブローに入った場合なんですけど、この場合も打ち出し角度は12度ということで、ダイナミックロフトに近い側に飛び出すということがわかりますね。はい、このようにですね、打ち出し方向にはダイナミックロフトの影響が大きい。それでは、ダイナミックロフトは何によって決まるんでしょうか。はい、これはですね、インパクトメカニズムチャートなんですけど、ダイナミックロフトは、ここですね。はい、そしてですね、ダイナミックロフトを決めているものはですね、今回詳しく説明しないんですけど、クラブ自体のロフト、スイング、特にインパクトの時のシャフトの角度、当たる場所によっても、ダイナミックロフトは変わるんですけど、これもですね、ここに含まれています。これなぜかっていうとですね、トラックマンのダイナミックロフトの測り方は、インパクトのボールの最大圧縮時のボールの中心の位置で測っています。なので、この中心に当たる率もダイナミックライも、ダイナミックロフトに還元されているので、別の要素として捉える必要はないです。はい、次はスピンなんですけど、スピンもですね、インパクトメカニズムで確認してみますとですね、スピン量ここなんですけど、スピン量はですね、クラブスピードと中心に当たる率とスピンロフトによって決まります。まずクラブスピードなんですけど、これもですね、アイアンの方がクラブスピードがスピンに及ぶ影響は大きいです。ドライバーの場合は、クラブスピードがスピン量に及ぶ影響は小さいです。そして、中心に当たる率なんですけど、これは皆さんご存知の通り、ギア効果ですね。ドライバーの場合はですね、このギア効果の影響は結構大きいんですが、今回はディープレーンの動画なので、スピンロフトがですね、主なスピンの原因であるということで話を進めます。はい、スピンロフトなんですけど、定義としましては、ダイナミックロフトマイナスアタックアングルということで、これがですね、縦の成分になります。
で、この図の例でいきますと、この青い矢印、アタックアングルが0度。赤い矢印、ダイナミックロフトが15度なので、スピンロフトは 15-0 で、15.5 ということになります。で、スピンロフトでスピンレートが決まります。はい、スピンロフトはですね、飛距離に大きな影響を及ぼします。例で示しますとですね、この左の例は、ダイナミックロフトがまず 15.5 度で、このアタックアングルがプラスです。プラス 7.5 度と。この場合とですね、まあ、右はですね、アタックアングルがですね、この逆にマイナス 7.5 度で、この場合でどれぐらい変わるかということなんですけど、まあ、スピンロフトは8度と23度ということで変わりますね。で、そうしますとですね、スピンレートがですね、スピンロフトが8度の場合は1400回転、23度の場合は、4000回転以上ということで大きく変わります。で、この角度が開きますと、スマッシュファクターも落ちます。こちらが 1.39 で、こちらが 1.50 と。そうしますとですね、まあ、クラブスピードが同じでもボールの初速は変わるということが分かりますね。そしてこれらから計算してキャリーを調べますとですね、飛距離算のですね、VCK 図算を使って調べてみますとですね、この A の場合はキャリーは233ヤードと。で、 B の場合は打ち出し角度が 12.いくつ でスピン量が4000いくつなので、まあこのあたりキャリーが202ヤードということでですね、アタックアングル逆になるだけで同じクラブスピードと、中心に当たる位置でも30ヤードも距離が変わるということが分かります。はい、次のエピソードはですね、弾道の改善ということで、スライスを直すということでお話しします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。